秋山浩二、打って走って守ってと三拍子揃ったプレイヤーといえば、秋山浩二選手を思い浮かべるファンの方は少なくないでしょう。まだメジャーリーグとは無縁の1980年代のプロ野球界で最もメジャーに近い男として注目が集まりました。今回はスーパースター秋山選手について、共にパリーグタイトルを争った落合博満氏と清原和博氏とのエピソードを合わせて見ていきたいと思います。秋山浩二の功績。秋山氏は熊本県八代高校から西武ライオンズに入団しています。ちなみに秋山氏は高校生の頃よりスカウト陣から注目される存在ではありましたが、ドラフトでプロ入りを果たしていません。というのも秋山氏はプロとしてやっていく自信がないと九州産業大学への進学を表明していたのです。ところがドラフト会議終了後も各球団が熱心に秋山氏を誘い続けた結果、大学進学志望から一転してプロ入りを宣言しました。すると瞬く間に巨人、阪急、広島、西武と4球団の争奪戦となります。君を打者として育てたいと唯一打者としてのプロ入りを熱心にオファーを出してきた西武ライオンズに心打たれ、高校まで投手を務めていましたが1980年に野手として入団が決まりました。またドラフト外からの入団の場合、待遇などがドラフト指名選手と比較して劣るところですが、異例の高評価を受け、背番号は71ながら契約金まで支給されています。秋山氏といえば外野手というイメージが強いですが、入団時は三塁手を守っていました。入団時からプロとしての身体能力の評価も高く、当時の監督であった根本陸夫氏は、野球をやっていなかったらオリンピックの十種競技の選手になれたと語っています。期待の現れから1年目からシーズン終盤の消化試合とはいえ、一軍の舞台を経験しました。しかし大きな数字の背番号を背負っていたため、ファンからはお前はコーチかとやじられ、秋山氏自身ファンを見返すことを誓ったといいます。2年目の1982年、背番号は早速24と若返りましたが、1982年、1983年と一軍で試合出場はしていません。ですが秋山氏のプロ野球人生ターニングポイントと言えるであろう時期となりました。監督が根本氏から広岡達郎氏に代わり、アメリカへ野球留学を進められます。そして秋山氏はカリフォルニアリーグのサンノゼビーズに派遣されました。野球留学とはいえ環境の整っていない中、野球に打ち込み着実に力をつけていました。3年目もアメリカ留学を実施し、ヒューストンアストロズ、シングル A のチームであるアリゾナアストロズでプレーします。そこで秋山氏は海外の選手に混じってホームランを連発しました。するとメジャーリーグ関係者から日本プロ野球界で活躍していないにもかかわらず注目を集めます。ちなみに正式にボルチモアオリオールズからのオファーがあったそうです。この一連の話があり、秋山氏はメジャーに最も近い男として名を挙げました。もちろんメジャーが注目した選手を西武ライオンズが放っておくわけがありません。4年目は開幕戦から7番サードで先発出場を果たします。4月に初ホームランも放ち、勢いに乗るかと思われましたが、怪我で離脱してしまったため54試合の出場にとどまりました。そして1985年シーズンについに飛躍の年を迎えます。130試合に出場してホームランは大台の40本にも上り、チームの優勝にも貢献。秋山氏の歴史が幕を開けたと言っても過言ではありません。この年から9年連続30本以上のホームランを放ち、引退する2002年までオールスターに出場し続けました。そして1986年シーズンからは KK コンビとして高校野球界にフィーバーをもたらした清原和博氏が加わります。清原氏はシーズン序盤こそ苦しんだものの、終盤には4番を務め、秋山氏が3番に座りました。以降3番秋山、4番清原が確立され、 AK 法としてファンから愛されます。そして秋山氏といえば、この年の日本シリーズでの出来事が印象的でしょう。第8戦までもつれたシリーズでホームランを放ち、なんと爆中でホームインし、チームは見事に日本一に輝いたのです。当時の爆中を振り返り、秋山氏が YouTube で秘話を語っています。もしホームランを打って爆中したら盛り上がるかな、そう考えと話しました。背景にはシリーズ3敗1部とチームは重い空気であったため、東修氏が遊び感覚でのびのびやろうと発言したことで3連勝、それに追随する形での実施であり、東尾氏の発言が
爆虫誕生の起因になっていると言われています。1989年にはデストラーデ氏が加入して AK-4 からさらに強力な AKD-4 へと進化し、1999年から3連覇に大きく貢献しました。ちなみに1993年、1994年もライオンズはリーグ制覇を成し遂げ5連覇となっています。しかし1993年からデストラー氏がメジャー復帰、1994年シーズンから秋山氏はトレードで福岡ダイエーホークスに移籍となっており、 AKD-4 は解散となりました。その後2002年まで現役を続け、本塁打王1回、盗塁王1回、ベストナイン8回、ゴールデングラブ賞11回などのタイトルや賞を受賞しています。これほどの功績を残した秋山氏ですが、落合博満氏の目にはどう映っていたのか見ていきましょう。落合博満から見る秋山浩二とは、落合氏は秋山氏のことを日本の選手で天性のホームランバッターと言えるのは田淵幸一さんと秋山浩二だけだと思うと最上級の評価と取れる発言をしています。続けて、体格に恵まれていてボールを捉えて遠くへ飛ばすというセンスが備わっているからね。彼らがホームランを打った時の弾道って実に美しいでしょう。まさにアーチを描くという形容がぴったりの打球、生まれつきのアーティストなんだなと理由を明かしました。とはいうものの、田淵氏や秋山氏以上にホームランを打っている選手は複数にいます。他の選手のことについても落合氏は触れていました。彼らより多くのホームランを記録した打者は王貞治さんを筆頭に何人もいる。ではそうした打者は何と呼ぶのか。俺はスラッガーという言葉を思い浮かべるね。体格的には波だから、ひたすらバットを振り抜くことで打球を外野スタンドまで運ぶ力をつけた。才能ではなく鍛錬によって作られたホームランバッターなんだ。スラッガーの打球って美しくないでしょう。打球をバットで引っ叩いて最後は執念で外野スタンドまで持っていく感じ。通算510本塁打した俺もこの仲間に入るんだろう。もちろんそれぞれにホームランを打つことへのこだわりは持っていたと思うけどね、と自身の経験も踏まえて話しました。余談になりますが、落合氏は作られたホームランバッターの共通点として全打席でホームランを狙っていたということを挙げています。王さんは現役時代にヒットの延長がホームランと言っていたけど、これは王貞治という人格から出た言葉。国民栄誉賞を与えられるだけの人が俺はホームランしか狙っていないなんて言えないでしょう。本当に狙っていないのなら野手が全員右へ寄ってしまう大シフトを敷かれながらその上を越えてしまえば関係ないなんてライトスタンドへ打ち込まないもの。ヒットを狙って左方向へコツンと打てばいい。そうすればイチローより先に打率4割かと騒がれたはずだよ。実際王さんと話した時それは認めていたしね、と裏話を交えながら語っています。いかに田淵氏と秋山氏がホームランバッターとして評価されていたかが分かりますね。ネット界隈では落合氏の表現をもう少し噛み砕いて田淵氏と秋山氏は飛ばす才能があると読み直しています。落合氏と秋山氏ですが、選手時代はタイトルを争いしのぎを削った仲です。さらに2011年の日本シリーズでは監督として再び激突することになります。2人のしのぎの削り合いを見ていきましょう。両者の激突。秋山氏がレギュラーとなった1985年、並びに1986年、落合氏はロッテに在籍していました。いずれも落合氏が打率、ホームラン、打点の三冠王を獲得していますが、1986年はシーズン序盤まで秋山氏が優勢だったのです。6月14日時点で秋山氏は打率3割5分6厘、20本塁打、61打点で三冠王を狙える状況であり、一方の落合氏は打率3割4分6厘、12本塁打、34打点と打率以外で秋山氏から大きく離されていました。その時落合氏はスポーツ紙の取材のたびに追いつくよ、秋山はライバルじゃないよと答えており、バチバチした様子がうかがえました。7月以降秋山氏がスランプに陥り、落合氏がタイトル争いのトップに躍り出ます。ただ秋山氏もこれで簡単に終わるわけがありません。8月末にはホームラン数で落合氏に並びます。この時落合氏は秋山氏にどんどん打ちなさいと相手を気にしない様子です。最終的に秋山氏は打率、
本塁打で落合氏に差をつけられてタイトルを逃したものの、打点についてはわずか1点差で落合氏にタイトルを譲りました。熾烈なタイトル争いを繰り広げた両者は2011年日本シリーズ、監督として激突することになります。ホークスを率いた秋山氏は、勝って当たり前と言われて勝つというのは本当にしんどい、これだけ勝ってきたのだから別に動く必要はない、普段通り戦うだけとシリーズに挑みました。しかしシリーズ初戦2戦目と本拠地で連敗を喫します。ここからタイトル争いのお返しと言わんばかりに、秋山氏率いるホークスは敵地名古屋で3連勝を挙げ王手をかけました。そして日本シリーズは第7戦目までもつれ込みます。最後はホークスが接戦を制して日本一達成。ちなみに落合氏は2011年シーズン限りで監督を勇退となりました。最後は落合氏と秋山氏、両者の現役時代をそばで見てきた清原和博氏から見る2人について触れておきます。清原和博の目に映る両者とは、まずは清原氏から見る落合氏についてです。清原氏の自伝男道の中で、落合さんは僕のルーキー時代からの恩師のような人、バッティングの神様だった、少しでも神様に近づきたくてロッテとの試合ともなると落合さんから目が離せなかったと常に注目していました。また PL 学園高校時代の後輩である片岡敦氏の YouTube チャンネルに出演した際には、普通の選手と打球音が違ったと話しています。普通の人の打球音はカキーンだが、落合さんはビシャって、なんか交通事故みたいな音と振り返りました。また選球眼もすごかったようで、ボール球全然振らへん、なんであれ止まるんかなって、ハーフスイングも見たことないし、ワンバウンドの球を振ったところも見たことない、どんな投手が来てもタイミングが全部合ってるように見えたと尊敬の念が現れていました。一方 AK 法もしくは AKD 法としてチームを共に勝利に導いてきた秋山氏に対しては、自分は日本専門の選手だけど秋山さんならメジャーでも通用するとチームの先輩を評価しています。また打球音についても、打球音が違った、ぐしゃって感じと、これまた交通事故のような打球音だったようです。ちなみにデストラーデ氏も、秋山なら全てのメジャー球団で主力選手として活躍できると話していました。ということで今回は秋山浩二氏についてご紹介しました。ホームラン王を獲得しながら盗塁王まで獲得し、守ってもゴールデングラブ賞と類稀な才能を発揮していますね。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。